カブトムシのギーちゃんが帰ってきた。ギーちゃん、どこ？あ、いた。違う。スキアリー！うわあ！いた！え？ああ、ダメだった。どっかにいませんかね。お前たち何をしているんだ？カブトムシのギーちゃんが帰ってきた！ギーちゃん！ギーちゃん！どこ？子供の頃、太郎には友達がいなかった。ただ、カブトムシのギーちゃんだけが大切な友達だった。ギーちゃん食べて。どう？美味しい？ブー。あー！ギーちゃん、ギーちゃん。ねえジン、ギーちゃん帰ってくるよね。きっと帰ってきてくれるよね。あの時の悲しそうな太郎、太郎は今でもきっとギーちゃんを待っているに違いない。ギーちゃん、どこ？あ、いた。違う。ギーちゃん、ギーちゃん、ギーちゃん早く戻っておいで。早く、ギーちゃん。スキアリー、どこ、どこだ、ギーちゃん。みんな、同じ気持ちなんですね。うん。見たくない。太郎が負けるとこなんて。僕もです。君まで同じ気持ちとは。どうやら我々は戦う前から負けていたようだ。やっぱりすごいです、太郎さんは。みんなをこんな気持ちにさせるなんて。太郎、ごめんなさい。嘘だよ、ギーちゃんのこと。え？それにはっきり言って、とっくの昔にギーちゃんは死んでると思う。はるかさん。そうか。ありがとうございました。いえ。ん？すいませんでした！再現戦隊マサトシマエタの活動は、メンバーシップ加入の方々、チャンネル登録をしてくれてる方々、いつも動画を見てくださる多くの皆様の応援によって支えられています。ありがとう。もしかあの子が好きならば、てんてってん、よろしくお願いします。前田でした。